こんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回はですね、最近のお気に入りコスメで毎日メイクをしていきたいと思います。それでは早速いきましょう。まず一番初めに使っていくのはですね、こちらのクリスチャンブルトンの日焼け止め。こちら目元用の日焼け止めクリームなんですけど、私は結構ね、贅沢にこれを全顔に最近塗っちゃうことが多いです。目元が乾燥するんだよなっていう方、上からメイクを重ねても乾燥してしまうっていう方は、そういうちょっと乾燥がどうしても気になって抑えたいところとかにこの日焼け止め塗るとすごいいいと思います。全顔にね、もう塗ると一日中お肌がなんかもちもちになって、本当にファンデーションのノリとかコンシーラーののりすごく良くなるので、私はね気に入って使っています。これ最近はこちらのミシャのファンデーションを使っています。モイスチャーのタイプを使っていますね。冬場って結構乾燥するので、しっとりするようなタイプのファンデーションを割と全顔に使って、隠したいところはピンポイントで優秀なコンシーラーをねちょっと使ってナチュラルめに見せるっていうのが最近の私の気に入っているメイクです。このミシャのファンデーションはですね、実家にちょっと予定があって帰ってたんですけど、その時にですねファンデーション持って帰るの忘れちゃってですね、急いで薬局で買ったんですよ。結構薄付きですごく綺麗に仕上がるなと思いました。確かに真夏とか崩れやすい時期とかはあれかもしれないですけど、乾燥がね気になる季節には結構いいんじゃないかなと思います。薄付きが好きな方とかいいと思います。こんな感じでこう肌全体の質感というか色ムラを整えたような感じかな。で、最近愛用しているコンシーラーがね、こちらのリータプラス。これ見たことありますか？パッケージがね、すごいかっこよくて、ここがね、鏡になってるんですよ。こういう感じで、なんかリップスティックみたいな感じのスティック型のコンパクトなコンシーラーなんですけど、しっかりカバーしてくれるところがとにかくね、すごく気に入っています。今もお伝えしたように、私結構全体は薄めに軽めに仕上げて、隠したいところだけポイントでちゃんとカバーしてくれるものを使うので、これはね、直接こう塗ってもいいですし、私はちょっと指に取って指先の熱で溶かしながらトントントンと狙いをね定めて肌の上で溶かしながらねこう塗っていくのがすごくお気に入りなんですけど、これはね本当に肌の上でしっかりなんかとろけるような感じ。こちら側ね目の下のクマを隠してみたんですけど、本当ナチュラルになかったことになってるみたいな。少量でしっかりカバーしてくれるからコスパもねなんかすごいいいなっていう風に個人的には思います。でなんかこう頬の高いところのなんかシミ予備軍みたいなところもねトントントンと、ナチュラルベージュとブラウンベージュの2色展開で、私今ねナチュラルベージュ使ってるんですけど、標準色近辺の方はまあ基本的にナチュラルベージュでいいかなと思います。なんかこう口周りの赤みだったり、こういうニキビとかも結構ね少量ですっごい綺麗に隠れて、この時期ってやっぱコンシーラーの乾燥が気になって怖くて使えないっていう方もいらっしゃると思うんですけどね、もうそういう方の本当味方って感じがします。これはプロのヘアメイクさんがプロデュースされている商品なんですよ。まあ、だからこそねこのしっかりとしたカバー力と心地よい使用感のバランスなのかなっていう風に思っております。こっちがナチュラルベージュ。なんかね、ただの肌色じゃなくて黄色みだったりオレンジみだったり、ちょっと補正カラーが混ざってるような感じがして、だからねカバーしたものが下からこう時間が経っても浮き出てこないのかなっていう風に個人的には思っています。でこっちのねブラウンベージュはちょっとオレンジみがあるから、男性のあの青いヒゲとかそういう部分隠すのにもすごくいいかなっていう風に思います。はい、こんな感じで結構薄付きで軽め、ほんとすっぴんの時となんか変わりましたかぐらいなんですけど、優秀なコンシーラーなのでアラを飛ばして綺麗なベースに仕上げてみました。そしたらですね、私の動画では定番のこのジバンシーのプリズムリーブル、ベースメイクの良さをこう崩さないように、粉っぽくしないように表面キメ整えるような感じですね。次は眉毛に行きます。 PT07 番に関しては割と私のこの明るめの髪にもちょっと合いやすいので結構登場率がね高いです。でちょっとパウダーのついているチップの方でふわふわふわっと眉頭、眉毛はこんな感じでちゃちゃっと仕上げて、ノーズシャドウ入れてから眉マスカラします。このカジエリちゃんのジェルシス 3D コントワリングパレットを結構ねよく使っています。これなんかすごい便利だよね。これでノーズを描いていきます。ノーズはね本当シャシャって感じです。マスクで取れちゃうんですよね、このノーズシャドウの鼻先のとことか。でも気持ち入れたい、やっぱりね
これはもう完全に自分のテンションの問題なんですよね。でピンクのハイライトをもう私はこの時点で先に入れてしまう。このパレットを開いた時にも一緒にやっちゃう。この眉下のところとほんのちょっとだけ鼻筋のところで、あと鼻筋に入れたので余ったパウダーでこの目頭下のところもちょっと入れると、こうマスクした時に結構ねツヤツヤ鼻筋っていう風になるので、ここは結構マストで入れてます。でそしたらですね、アイブロウマスカラを使っていきます。エクセルのナチュラルブラウン、私の髪色だったら明るめの黄色とか入れてもいいんですけど、私がやっぱちょっとだけね濃いめな眉毛が好きなので、ちょっとだけ暗く見えるぐらいの眉マスカラを選ぶことが多いです。まあこれもね結構お好み。あとはね輪郭の問題もあると思います。あの輪郭が結構下の部分がこう細い人は眉毛に意外と明るくても大丈夫なんですけど、私みたいにここの輪郭が割とこうしっかり構えてますっていう人はあんまり眉毛薄くしすぎたり色明るくしすぎたりすると、こっちが膨張して見えるっていうか強調されて見えることがあるので、下の方が印象的ですっていう人は眉毛はあんまり明るくしすぎない方がいいと思います。で眉毛こんな感じです。はい、アイメイクは何のアイシャドウでもいいので、ちょっとベージュカラーのねベースになるようなカラーをまずは私はね指でささっと。そしたら今回アイシャドウでメインで使っていくのは NARS のシングルシャドウの5314っていうオレンジブラウン系のカラーがあって、これすごい可愛くて現場用にも自分用にも持ってるんですけど、これを使った上にですね、このシュウエムラのグリーンアンバーっていうちょっとグリーンゴールド系の不思議な変光パール系のラメなんですけど、これを乗せるのにすごいハマってます。こっからはちょっとブラシ使っていこうかなと思うんですけど、カゼエリちゃんからいただいてしまいまして、すごいね人気みたい。カゼエリちゃんがプロデュースされているブラシセット、こちら使いながらお見せしていきたいと思います。結構アイシャドウのメインカラーを塗るのに使いやすいこのね05番のブラシを使って NARS のシングルシャドウを塗っていきたいと思います。結構ブラシとかプロデュースされてる商品ってそのメイクさんだったりの特徴が出るなっていう風に思ってるけど、やっぱりカゼエリちゃんが仕上げるあの柔らかい女性らしいメイクの雰囲気あるじゃないですか。あれになるブラシの柔らかさとか腰とか長さの設計になってるのかなっていう風に勝手に思いました。そしたら私はね目尻側の方にふわふわふわと、これ NARS のシャドウ結構発色良くてマット目なんですけどね、それでもねムラにすごくなりにくい。水越美里ちゃんもね動画で話してたと思うんですけど、3人でカジエリちゃんと美里ちゃんとご飯に行った時にですね、お話ししながらねこのブラシもいただいちゃったということで、こんな感じ。この絶妙なオレンジブラウンがすごい可愛くないですか。ちょっと目頭側からも入れます。ちょっとここら辺の色がパキって割れちゃう時とかあるじゃないですか。塗ったとこと塗ってないとこの境目が不自然になっちゃったなと思ったら、この04番のちょっとブレンディングブラシっぽいやつ、ブレンディングブラシなんだよねこれね、これでこうちょっとぼかすと簡単にぼけます。で私がめっちゃ好きなブラシがあって06番っていうちょっとちっちゃめのブラシがあるんですよ。これで結構ね同じカラーでもうキワキワに入れると筆が結構ちっちゃくてピンポイントで入れられるから発色もね濃くなる。だから2段階で例えばこういうオレンジブラウン入れてダークブラウンを入れるっていう作業しなくても筆をね変えるだけで色の強弱がつくんですよ。そうこんな感じです。アイメイクこんな感じです。そしたらこのグリーンアンバーを使っていきます。こうグリーンアンバーほんと大好きで、指でグリーンアンバーはいっちゃいます。ほんと黒目の上んとこの中心に塗ります。トントンと塗ってでちょっと上の方まで広げちゃいます。目尻の方にはねそこまでのせないようにしてます。先にのせたアイシャドウの存在感も残したいっていう人はちょっとポイント絞った方がいいかも。なんかこのミステリアスグリーンって感じですよね。ラブライナーでアイライン引いていきます。私あの最近この下のこの目尻のところ強調するのにハマっていて、ここにねこうこのくらいまつげをちょっとピッピッピっていくもしてます。これね全然ねわかんないんですよ。上からマスカラ重ねるともうまだマスカラ塗ってないけどこの距離で見てもわからないと思うんですけど、そのくらいね結構地味に盛れる、私的に地味に盛れるので最近まつげちょっとだけ描いてます。
こんな感じでアイメイク完成です。でチークは最近ベアミネラルを使ってます。このねちょっとブラウン系のこのカラーを使っています。チークを塗っていきます。ほんとふんわり塗るぐらいな感じですね。なんか今までの私だったらこの時結構斜めに塗ってシャープに見せてたんですけど、最近なんか年齢なのかわかんないんですけど、あんまりシャープにのせすぎるとね、ここ頬骨が結構ゴリッと見えちゃうですよ。顔丸いのになんか厄介ですよね。だから結構ふんわり入れることが多いです。やっぱ骨を目立たせたくない方はちょっとふんわりで丸めに入れるのがカバーされていいかと思います。リップはなんかいろいろ使うんですけど、今日はねこのオンリーミネラルのクリスマスコフリに入ってた07番のショコラを使ってみようと思います。なんだろう、すごい濃厚な感じがお気に入りです。濃厚だけどツヤ、こんな感じでーす。お気に入りコスメで仕上げた毎日メイクの完成です。ちょっとオレンジ系、オレンジとかブラウン系の中にこのグリーンアンバーがいるっていうのが今日のメイクの特徴かなっていうふうに思います。はい、ということで皆様いかがだったでしょうか。本日のさゆりクエスチョンはこちら。皆さんが最近毎日メイクでハマっているアイテム、これは欠かせないよっていうようなアイテムがあればよろしければコメント欄で教えてください。本日動画の前半でご紹介したこちらのリータプラスのスティックのとっても私も気に入っているコンシーラーの詳細は概要欄に貼ってありますので、気になる方はぜひそちらチェックしてみてください。ということで本日も最後まで見ていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして概要欄から Twitter と Instagram のフォローもしていただけたらとても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。